ウィリアムズ FW06 は、ウィリアムズが1978年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。パトリック・ヘッドが、ウィリアムズのために、初めてデザインした F1 マシンで、1978年の開幕戦から1979年の第4戦まで、実戦投入された。前年度最多勝ちのマリオ・アンドレッティが勝った。 ロータス78の速さのからくりが、地面効果であることを見抜いた、ライバルチームは、ロータス78に対抗すべくグラウンドエフェクトカーの、開発に乗り出すものの、グラウンドエフェクトカーの壺を掴みきれていないことが、災いしたのか結果を出せず苦戦。このような状況下で、新生、ウィリアムズの初代 F-1 マシンを作ることとなった、パトリックヘッドは、 あえて技術革新が早い F-1 世界では不利と思われるベンチュリー構造を持たない F-1 マシンを製作することとなった。FW06 はパトリックヘッドがウォルター・ウルフレーシング在籍時にリアエンドの開発を担当したウルフ WR1 によく似ておりフロントウィングとノーズが一体形状であったりノーズ内にオイルクーラーが置いてあるなど フロント周りの設計変更以外は、WR1 と同様なコンセプトのベーシックなマシンである。WR1 及びそのご先祖とも言える、ヘスケス308と同様に、ホイールベースやトレッドを他社よりも小さく取り、マシンの運動性能を優先させた設計となった。技術革新の速さという不安要素があったものの、FW06 自体の戦火は7回のリタイアと、 取りこぼしは多いものの、1978年に、新加入したアラン・ジョーンズの走りで、アメリカ東グランプリではこの年のベストリザルトとなる2位入賞。さらに南アフリカグランプリ4位と、フランスグランプリ5位獲得により、ドライバーズランキング11位コンストラクターズランキング9位と、これまで不遇だったウィリアムズにとっては大戦果を上げることとなった。翌年、 満を持たして導入した、グラウンドエフェクトカーのウィリアムズ FW07 が、第5戦ベルギーグランプリデビューすることになるが、FW06 は、前線のアメリカ西グランプリまで使われ、同レース3入線で、FW07 にその座を譲ることとなった。なお、1年間導入を自重し、グラウンドエフェクトカーの壺をつかみ切ったことが幸いし、後継マシンの FW07 は、 年間5勝を挙げ1979年シーズン後半を席巻することとなる。ドライバーとして戦ったアラン・ジョーンズは2017年にスポーツ専門チャンネルスカイスポーツのインタビューにて FW06 はグランドエフェクトカーではなかったけどコンパクトで操作性の高い素晴らしいマシンでしたよ。後継の FW07 のように優勝は挙げられなかったけど ポテンシャルとしては優勝していてもおかしくない。マシンでしたねと後年に印象を語っている。ありがとうございます。